佐藤君、これ貼るの手伝って。あ、は、はい。チカはまだ帰ってないのか。チカちゃんから聞いた。え？幼稚園の時の話。ああ、昔のことだからな。今はもう。昔のこと？そう。だったらいいけど。もう、なんでもないの？もういいの？なんでもないかって言われたら、もういいってわけじゃないけど。そして、今でもずっと？あ、かわいそう。かわいそう？どういうことだよ。どういうことなんだよ。かわいそうってなんだよ。5-2 指切り後編。チカちゃん、教室でのことだけど、佐藤君は悪くないから。分かってる。二人の声廊下まで聞こえてたから。ただ私は乱暴したりおどおどしたり、亮太の態度に腹が立ったの。でもなんで二人が言い争いになんかなったの？うん、今朝シカちゃんから聞いた話、今でもって聞いたら怒っちゃった。行っちゃった。ほらほら、幼稚園の頃にさ、亮太と約束したじゃない。ああ、いいよ、昔のことだろ。そうだよね、懐かしいな、亮太が可愛かった頃。悪かったな、今は可愛くなくて。覚えてる？ワンワン泣きながら私に頼んだこと。はあ？ちょっと待て、誰が泣いたってんだ。あれは結婚の約束をしただけだよ。ちょっと何言ってるの？え、何って。私が言ってるのは、亮太がおねしょした時のことで。よしよし、もう泣かないの。最初だよ、絶対約束だよ。昔のことだったらいいけど、今でもずっと？覚えてたんだね、あの約束。亮太、どうしたんだろう。朝からずっとああだな。例の話を広めすぎたせい。
例の話ってなんだ。佐藤くんが幼稚園の時お姉さん。だからダメだって。おはよう。言っちゃダメ。おい教えろよ。何のこと。おねしょはもう治った。言っとくけど、おねしょの人と結婚する気はないから。治ったよ。やっぱさ、単なる思い出くらいに思ってる？うん。だって、約束したから結婚なんて、簡単すぎるでしょ、うん、りょうた。もっと頑張っていい男になりなさいよ。なんてね。じゃあ。もう亮太ったら、あんまり泣くと嫌いになるからね。おねしょは頑張って直せばいいの。りょうたは頑張っていい男になるの。じゃなきゃ結婚しません。分かった。気をつけろよ。